はい、おはようございます。コモリブラスターです。今日は、久々ね、お店がお休みなので趣味のロードバイクで、ちょっと肩の方をね回ってきてみたんですよ。まあね、サルサカっていう和歌山県と、大阪府のね境にある岬があるんですけど、岬じゃないわ、峠があるんですけど、まあこれがきつい峠で、自転車が一番最初に始めた時にまあ足ついた屈辱的な場所なんでね、そこをもう一度この2ヶ月ほど、家の中のね室内トレーニングでまあちょっとまあね鍛えたというよりか、まあなんとか足なじましてきたんで、まあその成果をと思ってねチャレンジしに行ってきてみました。まあなんとかね無事、もう踏む時ギリギリ足つかんとまあ峠を越えることができたんですけども、まあきつかったですね。もう室内トレーナーやったらね、自分もしんどかったら緩めたりできるんですけども坂道でもなんて倒れるか倒れなんかギリギリの強度っていうのが、もうそれがもうよトレーニングではやってない力がいるのでね、それをまあどうでしょう、8分ぐらいかかったんかな、それをずっと持続しているのがねすげえ辛かったですね。まあそれで今大阪側に来まして、海に出てね岬町のこの海岸沿いに行ってます。よくねここの道もよく通ったんですけど、まあ一番ピークの時は、頑張ってた時はもう台風でもねこの辺りも走ってまして、要堤防から波かぶったりもしました。まあ最近はねやっぱりこうやって走ってみて、やっぱりもうこの強度はね体に応えすぎて、ちょっと仕事とその速く走るっていう競技的なねトレーニングっていうか、速く走る自転車と仕事の両立は難しいなって今日やってみて思ってます。だから本当にね楽しく長くね走れる、やっぱりほんま気持ちいいんですよね、こうやってこんな和歌山大阪のこの間っていうのはほんま特に山あり川あり海ありですから、ほんと変化に飛んでて最高なんですよね。まあ、もちろん映像に撮ってもね、カメラ持って出かけるにも最高の場所です。僕釣りせえへんのですけどね、そこもトットパークありますけど、もうすごい人でしたね。いろんなとこから釣りされに来るみたいで、釣りも面白いんかなと思いますけども、まあほんで走ってて思うんは、やっぱり前の自転車の時も変えたかも分かりませんけど、自転車ってねやっぱり瞑想やなと、ローラーではないね、やっぱりその常に今に集中するマインドフルネス瞑想というやつありますよね。今本当にこの今っていうのにセンサーを、体のセンサーがねバーって開く感じはねほんまに感じましたね。まあやっぱ危険ですよね、まずバランスをとって自転車を走らすという行為で、やっぱ後ろから車が来るんではないかという予測で、前のその進行方向への常に本当にね小さな段差でもパンクもしますし、タイヤ取られますんでね、で風音ね、いろんな情報がね入ってきて、まあ疲れましたね今日は。うん、やっぱりその人間っていうのは自分が感じてる、脳で感じてるだけの意識と違う部分で大量の情報をこうインプットっていうかね入ってきてるんですよね。それを処理する脳みそが選別して上手に処理してるんやろうなとは思うんですけども、やっぱり実装はすごいなっていうのが正直のどの気持ちです。あ、何喋るのか今日は忘れてたな。もう今日は何や、自転車はいいぞっていうことでまあね、まだ時刻はどうでしょう、7時になってないんじゃないかな。あまりね暑くなると外での活動には慣れてないんでバテちゃうのもありますし、日がなるべく気温がね上がる前に走っていこうっていう部分と、まあ、はい、これからね帰ったら子供たちと水遊びしなきゃいけないので、子供用プールを開いて水をためて、水鉄砲も凍ってるんですよね。ちょっと強力なバーバリアンっていうね、それを2機凍ってますんで、まあ大変なことになるかなと思ってるんですけども、まあね朝は子供らが寝てる間に自分のやりたいことは全てやっといて、日中は子供らを一緒に、退治してきっちりと調整して子供らのね、で子供らが寝たらまた動画編集してみたいな、いつ俺は休むんだろうみたいな
まあそんなね、毎日もねきっと楽しいかと思いまして、こうやって自転車でもね本当に速くなるためではなく、なんとか本当に日常生活をね楽しめるだけのこの持久力をつける、心肺能力を高める、やっぱりね老化っていうのは心肺とで股関節ですね、まあ膝痛めるのはありますけども、やっぱり骨格関節を鍛えるにも自転車は最高やと思うんでね、まだね興味のある人は自転車やってみてください。和歌山にもね自転車活動活発なところいっぱいありますしね、私が所属するミルキーウェイ和歌山っていうのはとんでもない化け物揃いなんで、もう私はもうカメラ要員として映像係としてね、参加しようかなと思ってますんでおっちゃんに見られた。まあそんな感じでね、まあ今日も一日楽しんでいきたいと思います。皆さんも良い休日を、連休ですよね、夏休み始まりますし、お盆もありますから皆さん楽しんでいきましょう。それではごきげんよう、さようなら。天気やな。